はい、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。昨日仕事の帰りにちょっとファミマ行ったんですよ。レジの横のカウンターフーズにプラスもう一個なんか新しいカウンターフーズの棚みたいなのが増えてて、なんで今日は全種類買ってまいりました。昨日照り焼きチキンステーキっていうのを食べたんですけど、売り切れちゃってたらしくって今日売ってなくて、昨日はね食べたんですよ。照り焼きチキンステーキがもうおいチキン、200g くらい重量あったかな。すごいね、照り焼きチキンもすごい美味しかったです。とりあえずある種類全部買ってきたので、こちらを食べていきたいと思います。ライザップブランロール、千切りキャベツ、卵サラダ、これローソン、これで自作グラコロ作ったらマックより美味しいんじゃないかって思ったわけですよ。こんな感じでカットしまして、卵サラダをここにこう乗せると、タッタッタッタ、千切りキャベツ、ドス、グラコロです。ちょっと破裂しちゃってますけど、こんな感じです。スライディンググラコロ、ソースをかけて、ファミマグラコロ。はい、じゃあこんな感じでできました。店で買ってお腹空いてちょっと車の中で食べたんですけど、めっちゃサクサクで美味しかったんですよ。いただきます。うん、おいころ、中にエビは入ってないんですけど、マカロニがすごいたくさん入って、かなりクリーミーな感じです。衣もねすごいサクサクしてます。このライザップのパンも糖質制限パンにしてはすごい美味しいですね。もちもちです。フィレオフィッシュです。フィレオフィッシュはちょっと薄めの白身フライって感じです。あ、フィレオフィッシュは微妙だな。でもこの衣はサクサクですごい美味しいです。うん、じゃあこれはいってみよう。ハムカツポッタン、中のハムはかなり分厚くなってます。全体的にすごい衣が粗いのですごいサクサクしてます。なんかどうなのかな、新しいのか古いのかよく分かんないんですけど、なんかファミマのホームページには載ってないんですよね。春巻きもあったんだ。春巻きもありましたね。うん、じゃあこれが最後。これがね一番美味しそうだったんですよ。エビカツ、タルタルの舞。じゃあいただきます。うん、衣の中にエビの宝石箱や、中にはエビがたっぷりと入っています。想像以上にめちゃめちゃ中にエビが入ってます。おいタルタル、スティック状の卵サンドの中にキャベツとこれを挟んで食べたい感じです。うん、なんかほんとね、すごいマックよりクリーミーなんですよ、このファミマのグラコロ。何が美味しいって、すごいクリーミーなんです。うん、ということで、なんか全体的にほんと衣が粗めですごいサクサクしてて、中の具材も全体的にすごいしっかりとした美味しい新しいカウンターフーズでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はファミマさんの新しくなったカウンターフーズを、なんか自分的に感動して勝手に動画で紹介してみた動画でした。グラタンコロッケがほんとすごい中トロトロでクリーミーで美味しかったです。昨日食べた照り焼きチキンステーキも持った瞬間かなり重量感のある感じでジューシーなチキンステーキでした。他の店舗とかどうかわかんないんですけど、ぜひ見かけた人買ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバタバイファミマの新しいフライ、なんかライザップのパンがあったからこのライザップのパンにしたけど、全然ライザップのパンの意味ないよね。